はいどうも、しむろです。どうも、カンボジア4日目ですね。で、朝食にですね、揚げパン、この右上の黄色いやつですね、パンを揚げたやつを食べましてですね、で、右下のコーヒーを飲みまして、まあ出発っていう形で、で、まず最初はですね、どこに行くかと言いますと、まあ商談が、入っておりまして、でね、アイスクリーム工場、またアイスクリーム工場、こっちのプノンペンのところにありますので、これがシェルミアップのところに行きまして、で、今度はプノンペンの方のね、アイスクリーム工場、社長は同じところなんです、同じ社長なんですけども、そちらのね、工場に行くということで、そちらの方に行きました。で、次の写真がですね、で、工場の前に止まってた、トラック、バイクみたいな感じのねやつがねありましてね、バイクの後ろをね荷台に改造してあるっていうなかなかのやつで、でご飯をですね、社長夫人の お家で食べさせていただきまして、お子さんが、3人ぐらいおりまして、でおばあさんと、あと使用人の方ですかね、使用人の方もいらっしゃいましてね、でそちらでですね、ご飯を食べさせていただきました。でね、この家ね、ガイドさんが言うには、1000万ぐらいするっていう話 で1000万円ぐらいの家に行って、で1階からね3階ぐらいありまして、それが1000万円するらしいです。でこちらがですね、ご飯ね、食べさせていただきました。とてもね美味しくてね、カンボジア料理、ガチの家庭料理ってものを食べましたけどね、本当に美味しかったですね。でね、この肉ね、ソースをつけたんですけど、すだち系のねソースで、結構酸味のあって、今日はスパッとしたシャクッとした感じの風味でとても美味しかったです。でね、ちょっとこれ全然見えないですけどね、まあいろいろ仕事終わりまして、じゃあ今から、シェルミアップの方に帰りましょうかということで、プノンペンからシェルミアップに向かうところですね。で、最初の橋、これメコン川ですね。最初に出した、ね、メコン川の橋、これですね、中国と日本でね共同作っておりまして、今走ってるところが中国、そして、もう片方に見えてたのが、日本が今作ってる橋ですね。で、まあだんだんと暗くなってきまして、これなんだろうな、まあ いやだんだんと暗くなってきました。とりあえずね、この辺はね尺稼ぎみたいな感じの、やつですね、真っ暗のね、だんだんと暗くなってくる道を、まあ多分どこ次かその次ぐらいの動画でね、出ると思いますけれども、あれですね、ドカ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 みたいな感じのすごいねノリノリの音楽でね、爆走していくという様子がすごく見えるかと思います。でね、道中雨が降っておりましてね、でこういう風に対向車線はもうほぼほぼハイビームでね、街灯もないのでハイビームで突っ込んでくるわけですよ。そしたらね、見えない道路見えないんですよね。次の動画がねそんな感じだと思うんですけど、これね、ちょっとねピントがねまずガラスの方にあって、ちょっともうすぐ治るかなっていう感じですけどね、治りましたかね。でこれね、これねもう道路見えないんですよね。道路見えないんですよ、全然道路見えなくて、で向こうハイビームで来るシーンみたいな、水滴でこう光が拡散されて、もう、フロントガラス真っ白みたいな感じでね、で来ますしみたいな感じで、でね、野生動物とか野犬とかね、すごく、飛び出てきますので、それにね、おっとみたいな感じでやったりとか、ヘビとか馬とかいますから、それを、うわーみたいな感じでね、動物飛び出し注意のところをよくね、走ってましたね。で、結構ね、飛ばすんですよね。これね、この道ね、まあ、大体イメージ160キロぐらい走ってるように見えるんですけども、この動画以外のところで120キロ、130キロバンバン出して、ね、走ってたんでね、もう本当にもう怖いですね。道路が見えないから、そこまで出すの怖いですね。でね、この前の車の通りね、すげえ追い越すんですよね。だから今、すげえぶつかりそうですよね。対向車線にはみ出して追い越しをかけるので、本当にね、ぶつかりそうなところをね、何度もね、ドライバーのガイドさんはすごく、華麗なドライビングテクニックでスルスルとかわしてきましたね。まあそんな感じ、まあそんな感じですね。まあ、これはね、追い越しするところの動画かな。あんまり見栄えが良くない、見栄えがいいところはね、だいたいね、スマホを出して撮る前にね、終わっちゃいますのでね、まあそんな感じでシェルミアップつきまして、でこちらですね、地元の人しか食べに来ない料理屋さんっていうところでね、そこでご飯食べましたね。お食べに来ました。こちらがですね、地元の人しか来ないようなレストランだそうです。ですね、こちらは、今日はね、あっち、なんだっけ、プノンペンからね、こちらまで、車で5時間ぐらいかけてね、シェルミアップまで帰ってきました。はい。で、こちらでですね、ちょっとね、まあ、ドライブしてくれたガイドさんでね、
おごろご飯をでもおごりましょうかみたいな感じでやるという感じですね。はい、すごいな、本当に地元の人しかおらん、すごいですね。あー、バターのいい匂いがする。あ、いいな、バターのいい匂いがする。いい、すごいすごい、いいよいいよ、こういうのいいな。はい、ではちょっといただきたいと思います。はい、でね、こちらがですね、食べたご飯ですね。しゃぶしゃぶと焼肉をいっぺんにしたみたいな感じの料理とか、食べ方ですね、こんな感じでね、真ん中にこう油とかバターとかを混ぜまして、でその後に肉をドンと乗せて焼くみたいなね、これですね、焼いてね食べるっていう感じですね。でペプシのプルタブがあったので一応写真撮ってきました。プルタブね、なかなか見ないですからね。でこれで、次に、これですね、こんな感じで野菜を周りにドカッと入れたりとか、でマロニーをドカッと入れたりとか、ね、で肉が来ましてみたいな感じでね、食べましたからね、結構美味しかったですね。今日出汁がねすごく効いてたんで、タレとかなしでもね全然食べれる感じで、とても美味しかったです、肉ばっかりでしたけどね、肉ばっかり食べましたね。野菜もなかなか食べれないんで野菜食べました。はい、ご飯食べ終わりまして、今からねホテルの方に戻ろうっていう感じでございます。明日はですね、アンコールワットの方に朝の4時から行きまして、日の出見たらいいなって感じなんですけど、天気がね、雨の予報なのでちょっとね、日の出見れないかなっていう感じで、雨にも降られるかなっていう感じなので、まあその辺ね、ちょっと祈っていい感じになればいいなって思います。なんで明日は朝4時からアンコールワットの方に出発させていただきます。それではね、皆様今日もお疲れ様でした。一応言っとこうかな、チャンネル登録シェアですね、チャンネル登録シェア、そして通知の登録で、ね、よろしくお願いします。それでは、良い夢を、良い夢を、良い夢を、いいか、おやすみなさい。それではバイバイ。